ショルダーキーボードショルダーキーボードはシンセサイザーの鍵盤部分をギターのように肩からストラップで吊るして演奏できるようにした楽器の総称である。なお、ショルダーキーボードは和製英語であり、ローランドや英語圏ではキーターと呼ばれている。ハービー・ハンコックによる演奏原稿のものは大きく分けて音源一体型と音源を内蔵しないコントローラーのみの機種の2つに分類される。 音源部分は一般のシンセサイザー同様にアナログ音源、デジタル音源の機種がある。コントローラーのみの機種ではミディ信号を発するための鍵盤とスイッチのみが装備される。したがって本体のみでは楽器として発音させることはできない。ミディケーブルにて外部に接続するミディ対応音源モジュールに接続し、そこから発音させる仕組みになっている。なお、 弦価版のモデルでは音源とスピーカーを内蔵していて単体で発音できる製品もある。基本的にどのモデルもギターの風防をモチーフにした形状になっていてギターのネックやヘッドに当たる部分に各種エフェクト機能のスイッチ類が装備されボディに当たる部分に鍵盤が上向きに装備されている。ストラップもモデルによっては専用ストラップもあるもののギターやベースのものを流用することができる。 ドラマー同様に通常は定位置に止まっているのキーボーディストもギタリストやベーシストのように縦横無尽にステージを動き回ることができるため過去多くのキーボーディストがキーボードソロが多い曲などでコンサートや歌番組にてよく使用した一時期どのモデルもメーカーで製造されておらず絶版商品になっていたため新規に手に入れる場合は中古楽器店ネットオークションや リサイクルショップなどで探したり、既存のミディキーボードを改造して製作する必要があった。しかし、最近では、ローランドやコルグで久々にニューモデルが発表されるなど、ショルダーキーボードは再び息を吹き返しつつある。黎明期には、まだ既製品としてのショルダーキーボードが存在していなかった70年代前半に、エドガー・ウィンターが、 アープ2600用のコントローラーにストラップをつけ、ショルダーキーボードとして使用していた。その後ユートピアに在籍していた、元アープ社の社員だったロジャーパウエル等により、新生用コントローラーのショルダーキーボード、プローブが開発され、後にヤンハマーが自身が使いやすいようにカスタマイズしたものを使用するようになる。他には、 日本の電子楽器メーカーのヒルウッドより61件のキーボードにストラップを付け立層できるよう開発された RB-1 という製品が発売されたり、さらに70年代末から80年代に入り、クラビターアモーグリバレーションといったショルダーキーボードが発売され、ハービー・ハンコックやジョージ・デューク等の使用により、ショルダーキーボードが一般的にも認知されるようになった。 メディアを再生するショルダーキーボードを弾いている女性。韓国にてショルキーはヤマハの登録商標である。登録番号第222万1725号。ありがとうございます。